四国横断自動車道は四国地方を横断する国土開発幹線自動車道の路線名である。さらに阿南市から四万都市に至る阿南四万都線と南上郡愛南町から大洲市に至る愛南大洲線の2路線の高速自動車国道の路線からなる。略称は四国横断道、四国縦貫自動車道とも結び四国8のアザネットワークの一部を構成するとされているものの。 阿南ン・マント線とアイナン・オース線は直接接続していない。高松市内の道路は土木学会デザイン賞2003優秀賞受賞。国土開発艦線自動車道建設法では以下の通りとされている。高速自動車国道の路線を指定する政令では以下の通りとされている。これらについて営業中、事業中路線の道路名に区分すると以下のようになる。 は高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路四国横断自動車道以外の名称で事業化された道路の状況及びインターチェンジなどについては各道路の項目を参照建設時の小松島インターチェンジから阿南インターチェンジの区間2014年4月4日に小松島下立江町和田沢田で撮影建設時の徳島東インターチェンジから ナルトジャンクションの区間2014年4月4日に、徳島市川内町ざかがすので撮影四国、横断自動車道阿南徳島は、徳島県の阿南市から小松島市を経由して、徳島市へ至る高速自動車国道である。阿南市で阿南秋自動車道に、徳島市で徳島自動車道に接続される。阿南インターチェンジ徳島東インターチェンジ間は、新直轄方式で事業中。 都市計画道路名では、徳島東部都市計画道路阿南ルト線であり、阿南徳島はもともと阿南ルトであった。しかし、徳島市ナルト市間は、徳島自動車道として2015年3月14日に開通した高速道路ナンバリングでは、阿南秋自動車道、高知東部自動車道と合わせて E55 が割り振られている。徳島県東部の人口密集地を縦断することから、 神戸淡路鳴門自動車道と並んで、徳島県内の最重要区間として位置づけられている。徳島県南部は、もとより、徳島道、神戸淡路鳴門道経由で、本州との往来が盛んな愛媛、高知の両県からも注目を集める。すでに施行命令は出ているが、2002年頃から、道路公団民営化の議論や吉野川の川口近くを通るため長大橋梁を必要と、 するなどから着工の見通しが立たない状況が長く続いていた。一方で、徳島市内を南北に貫く最も重要な区間である上に、並行する国道11号や国道55号の渋滞が特にひどい区間でもある。このため、再算性や建設費だけで建設するか否かを決めて良いのかという意見が他の建設予定区間以上に重要視されていた。そして、 2005年6月19日に、起工式が徳島県松茂町で行われ、同町長岸地区の約1キロメートルの区間から建設工事が始まった。徳島東以南は、新直轄方式で無料となる。このため、徳島市小松島市では、相当数の車両が高速道へルートを切り替え、並行する国道55号の激しい渋滞が緩和するとされる。 飯泉義美門みもん徳島県知事は、長年の悲願の事業が進み出したことを、絵に描いた餅から、食べられる餅に、さらに無料となったことを、美味しく食べていただける餅になったと表現している。四国横断自動車道阿南徳島、徳島自動車道高松自動車道、高知自動車道須崎道路高知自動車道、久保川佐賀道路佐賀大型道路、中村須久も道路津島道路宇和島道路、 松山自動車道を須す道路は、高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路。建設中の新中川橋2011年5月27日撮影橋編集トンネル、編集、佐賀島んトは、高知県旗郡、黒潮町から同県四万都市に至る区間である。前後の区間である久保川佐賀道路、中村すくも道路同様、高速自動車国道に並行する。 一般国道自動車専用道路として完成に車線での建設が計画されている。2013年度に計画段階調査に着手し、2015年3月に全線自動車専用道路とする案が採択され、同年8月より事業化に向けて環境影響評価手続きが開始された。2017年1月27日には東区間の都市計画決定が行われ、 この内黒潮町佐賀から道町入野のに至る 14.0km の区間が、同年4月に佐賀大型道路として事業着手された。高速道路ナンバリングでは、高知自動車道、松山自動車道、須崎道路、久保川佐賀道路、中村須久も道路、津島道路、宇和島道路、大須道路と合わせて E56 が割り振られている。ありがとうございます。